はい、こんにちは、ジギラテカです。8月の末にね、富士山で龍神様撮影できたんですけれども、実はその前にね、7月の24日で近くのサックスの練習中に龍神様撮れてました。見てください、サックスの練習にね、向こうから前方から飛んできたんですけども、これはね、まずもやっとしてますよね。まあこれが限界ですよ。ここのはね、このくらい遠いとね、龍神様、海から進化されたあの角度クラゲとかね、ああいうものからで地球で最高生命体になったんですね。スピード、空も海もこんな風に、こんな速さでマッハ3ぐらいで飛ばれます。で、この時は練習なのでね、サックスの練習なんでね、普通のスピードで撮ってるんですよ。だからそれを1/8限界ですけど、1/8のスローにかけてもこんなスピードにしかなります。そう、これ通常スピードだとこんな風に速くなっちゃうんだけど、そう、でもね、遠くの空をね、ものすごいスピード、空港も近いんですけれども、飛行機こんな風にスピードで飛んでで、だから生命体だからね、実際に飛んでらっしゃるからシステムはその違うけれども、鳥とかそういうものとはね、だけれども飛んでらっしゃるんでね、だからこういう形にはなりますよね。多少風の影響とかは受けるだろうし、ほとんど見えないですよね、この通常のスピードから8分の1に落としてもこんなスピードでしかない。だから僕はスローで撮っててですね、龍神様、ライトビング様とか撮りたいっていう時はスローで撮って、それをさらに8分の1かけるんで、だからさらにこれよりもね、4倍ぐらいさらに遅いはずなんですね。まあ20倍、通常の20分の1ぐらいのスピードになってるはずなんです。でもこれは8分の1のスピードでしかないからね、だからこんな感じになるんですけどね。通常スピードをお見せするとこんな感じ、何か通ったかな、だけどあんなスピードで何が飛べるのっていうことですね。形はね、まあ虫みたいに見えますよ、逆にね。でも違うってね、羽というか、そういうものは前についてるし、前に進んでいくような感じですよね。前にこうプロペラみたいな、なんでしょうか。だからね、海洋生物、そう、海をね、海洋生物速いスピードで飛ばれる、地球で一番近い。1/8のスピードにするとこんな感じ、そう、だからしかも遠い遠い空を飛んでるのが分かりますよね、だからどのくらいの大きさか、大きいですよ、まあね、10メートル20メートルぐらいあるんじゃないですか。はい、ありがとうございました。ちぎらてかでした。
Thank you.